はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリルです、本日はですね、ガンダムオンラインの番外編としてちょっと語ろうかなと。ただこのまま語るとラジオみたいになっちゃうのでどうしようかなと思ったんですけど、まあちょっと期待をちょろっとずつこうやって見せながら語ろうかなと思っております。動画の方は全然関係ないです。単なるラジオだと思って聞いていただければなと思いますけども、昨日ですね、ちょうど、Gオリジンと、ガンダムオンラインがコラボしたね、あの動画をやってましたので、それを見た感想をね、ちょっとお話ししようかなと思っております。 G オリジンはね、実は私は1本も見たことがないんですね。もう4作目になるということなんですけども、結構ね、シャアの話なので個人的には大好きです。ガンダム自体は好きなんですけど、シャアが出てくるね、物語がすごい好きで、まあ個人的にはゼータガンダムが一番好きなんですけどね。で、今Amazon TV でゼータガンダムを見直してる最中です。まだね、ゼータが出てこないシーンしか見てないんですけど、その辺をね今見てるんですけど、で昨日佐藤プロデューサーが出るということで、楽しみにして見ていたんですけども、まあ、全体の感想としては、ガンダムオンラインそのものをね盛り上げていこうということで、佐藤プロデューサーが、特に新規をね取り入れていこうという、そういう趣旨だったのかなというふうに思いました。ただですね、いろいろコメントを出せるのと、あとハートをねポチ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 って押して、そのハートがもともとは10万ハート貯まったら、デラックスチケット1枚とか、まあ何万貯まったら何が何枚とかって言ってたのがですね、佐藤プロデューサーが出る前にもうすでに10万ポイントをねはるかに超えてしまいまして、じゃあどうしましょうということで、じゃあ50万になったら何枚、100万になったら何枚とかっていうことで、最終的にデラックスチケット10枚、マスターチケット、マスデバ違うな、マスターチケットでしたっけ、マスターメカニックチケット、マスターメカニックチケット、これが5枚、あとこのファーストデバイスが10枚だったかな、あと金塊がちょこっとみたいな感じになったみたいですね。で、ガンダムオンラインに赤を持っていれば、テレビを見なかった方もおそらく全員もらえるんだと思います。で、4キャラ持っていれば4キャラそれぞれにもらえるのかな？ちょっとその辺よくわからないんですけどね。まあ一応皆さんももらえるだろうということみたいです。次のアップデートでね、もらえるみたいですね。でそれをもらいたいがために、ハートを私も押しました。ハートね、バタ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 、どのぐらい押したでしょうね、ちょっと分かりませんけどもいっぱい押しました。で、まあある程度疲れたところで押すのはやめちゃったんですけど、コメントがひどかったですね。なんかのガンダムオンラインのイベントの時にもいろいろやじ等がひどかったっていう噂をちょろっと聞いておりますが、ちょっとコメントがねひどかったですね。私的には佐藤プロデューサーからいろいろな言葉をね引き出すチャンスかなと思っていたんですけど、そういうコメント入れようかななんて思いつつ見てたんですが、それ以前の問題でした。もうひどい一部のね人たちのコメントだったと思うんですけど、いやーびっくりしました。まあそれはさておきね、
その辺についてはあまり詳しく言いませんけども、新規をね取り入れようっていう佐藤プロデューサーの考えがすごく良かったなと思ったのと、あとまあいろいろね、運営に対して、言いたいことはたくさんあるプレイヤーがほとんど、私を含めほとんどだとは思うんですけども、佐藤プロデューサーはね非常によく頑張ってるなっていうのがねはっきり見えましたね。非常によく頑張ってるんだなっていうのが見えました。あれはいいですね。佐藤プロデューサーは本当頑張ってるんじゃないかなと。今回のアップデートに関しても、まあ神アップデートって言っている方もいるぐらい非常に良かったのかなと思います。で、なんだっけ、階級の問題と、あといろんな問題とかね、アップデート後に即調整が入ってますよね。すでにもう調整されたものもあれば、まあ、ちょっと強すぎちゃった機体をね、若干弱くしたりしてますし、まあ、階級の問題とかも次回なのかな、その辺にまたやってくるみたいなので、結構細かくね、スピーディーに、調整してくれることに最近はなってるみたいですね。で、今までもいろんなプロデューサーがいて、それぞれね特色を持ってやっていたんですけども、なかなかねガンダムオンライン自体は非常に面白いゲームだと思うんですけど、まあ時によりストレスマッハになるような、こともありーのっていうねゲームなので、なかなか不平不満等も出てくるようなそんな感じのゲームではあるんですけど、個人的にはとっても好きなゲームなんですね。で、今の佐藤プロデューサーのこの前のアップデート以来は非常に、ね、楽しいです。で、印象的だったのが佐藤プロデューサーの昨日の言葉の中で、一番強い機体は何ですかって質問があった時に、いやこれジオって答えてほしいと思った方々はねたくさんいたのかもしれないんですけども、佐藤プロデューサーは一番強いっていうのはねないんですよみたいな話でした。まあどれも使える、どの機体も使えるっていうのをはっきりと言ってましたんで、その辺がね狙っている方向なのかなっていうのは、非常に感じました。で、機体の数がね、250種類ぐらいもうアップされてるそうで、私も数えたことないのでどのぐらいあるのか知らないんですけど、まあ、たくさんあるなっていうのは分かってました。まあ、200近くあるのかなと思ってたんですけど、250種類ぐらいあるそうです。で、さらに特性で分けてればねもっと数が3倍になっちゃうのでね、すごい数あると思うんですけど、それだけの機体どれをね使っても楽しめるゲームっていうのを目指すっていうのは非常にね難しいと思うんですけど、それをやってのけていこうとしているのはすごいなと思いました。と同時にね、佐藤プロデューサーは、まとめ役だと思うんでいいんですけど、ゲームのねこのガンダムオンラインというゲームの問題点とか、あとは操作性とかね、そういう部分に関しては直接ははっきりは分からないのかなっていうふうに感じましたね。で、それを一番知っているのが佐藤プロデューサーがまとめている部下たちなのかなと。で、その部下たちの声をどれだけ拾ってくれるのかっていうのがプロデューサーの役目だと思うんですけど、まあそれをよく拾ってくれているいいプロデューサーなのかなというふうに感じました。要はまあ学校で言えば部下たちっていうのは生徒で、佐藤プロデューサーは先生みたいな感じですかね。で、その上に、なんですかね、学年主任みたいな先生もいれば、教頭先生、校長先生みたいな、そういう人たちの立場があったり、教育委員会のなんかがあったり、まあいろんなね偉い人たちがさらに上にまだまだたくさんいるっていうような、
そういうお立場なのかなと、上にたくさんいない人がいるのかなというのをね、あの皆さんも感じ取ったんじゃないかなと思いますけども、まあそんな感じのね中で、要はあの中間管理職ですよ。上と下に挟まりながらうまくね舵を取っていくっていうのがプロデューサーの役目なんでしょうね。で今回のアップデートに関しても、ダウンポイントっていう新しいシステムを導入するにあたって、おそらくお金もね、開発費も相当かかると思いますし、失敗するとね、おそらくゲーム自体がこけてしまうほど難しい調整をやってのけたんだと思うんですけど、それをね、おそらく佐藤プロデューサーとあとその生徒たちのね、作ってる人たちで、相談しながらね、ダウンポイントを詰めていったと思うんですけど、それを上にね許可をもらわないといけないと思うんですよ。まあ企業なんでね、それを許可を取ってくるのが佐藤プロデューサーの役目ですから、それをね許可をねうまく取ったなと思いますね。ややもすればゲームがなくなってしまうかもしれないほどの大幅な、改造といいますかね、改良といいますか、そういうのの許可を取ってきたっていうのはすごいですよね。でしかも今回は限りなく、20丸に近い状態までうまくいったんじゃないかなと思うので、今までガンダムオンラインでアップデートした中ではかなり良かったアップデートだったんじゃないかなと思ってます。私個人的には楽しかったなと感じるのはプロ犬がね、プロ犬が出る直前、プロ犬じゃないな、なんだっけ、アレックスとアレ犬か、アレックスとケンプファーが出る直前の頃、まあスプシューがね強いっつってザクワンで楽しめた頃ではあるので、高コスト好きの人にはちょっとダメだった時代かもしれないですけど、その時代が楽しく感じたのと、あと今回ですね、今回はもうガンダムオンラインやりたくてしょうがないっていうぐらいの感じさせるアップデートになってるので、まだまだ需要が強い時代ではありますけども、まあ今後もね細かく調整しながらより良い方向に、全ての機体でそれなりに楽しめるような、そういうアップデートをしていくのかなというふうに昨日の動画を見ていて思いました。例えばこんなやつとかねほとんど見ないでしょ、これ見ないでしょ。でもかっこいいよね、デザインとか。ここまで凝っているにもかかわらず戦場ではほとんど見ない。で仮に出したとしてもね、今までだとバーンと撃たれてもう即死しちゃうようなね、そういうゲームでしたんで、まあこれからはねどんどんいろんな機体楽しめるのかなというふうに思いますね。もうちょっと需要の方をね調整してほしいんですけど、まあまだ出して間もない課金機体でもあるので、で最高コストっていうのもあるのでね、調整は難しいのかなって気はしますけど、でも無料機体でこういう面白い機体とかも出してきてますしね。で今回のシャーザクですか、最初に出てきたこれもまあかなりピーキーな機体ではありますけど、まあ面白いのかなというね。まあ個人的には機長だけもうちょっと早くしてくれればなっていうね。今までシャアの機体みんな早かったんでね、キンキク機長も早くしてほしかったなっていう。そうするとね、ジオン版の LA みたいな感じで楽しめたかなっていう気もしなくもないんですけど、まあでも面白い機体をね作ってきてますからね。まあぜひね今後もいろんな機体出してほしいですし、どの機体でも楽しめるようにうまく調整してほしいかなと。でマップの方も細かくまた調整してくるみたいなので、今後また楽しみかなというふうに思います。
ということでね、そんな話をしたくて、わざわざ時間を取ってみましたです。まあ私の方もね、今後も、ガンダムオンライン動画出していきたいと思ってますので、まあ大してうまくはないのでね、見ていてどれだけ楽しめているのか分かりませんけども、まあ、上位であろうが、まあ40位以内だったら出しているので、まあ、40位ぐらいだったとしても、まあ楽しめればいいかなと思って出しておりますです。まあガンダムオンラインとね、一緒にやっていければなと、こいつも楽しめればなとこいつ出したいんだよ、個人的に好きなんですね、このね、プロトタイプ、トロピカルテストタイプ好きなんですよね。まあこういう機体とかね、なんかほとんどもう見なくなっちゃったような機体でも楽しめるように、ぜひね、佐藤プロデューサーにはね、今後も頑張っていただければなと思いました。まあこいつもね、若干弱くなったのかな、少し使う人が減ってきたかなと、バズ格やりにくくなったのかなという思いもありつつも、それでもまだ楽しさは変わらないですからね、ぜひ今後も神アップデート期待しておりますです。ガンダムオンラインの運営の皆様、見ているとかどうかは分かりませんけどもぜひね、今後も楽しみにしておりますということでね、今回はこのような動画を撮らせていただきましたです。ぜひ、プレイ動画ともどもよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。